お腹。
今日はですね、台風5号の影響で、しばらく雨がございます。
15日以内、6日分の充電をすることができるのでは当たろうかと思いますが、まあ、上空雲があります。夏後の間からになろうかと思いますが、若干濡れていることがありそうです。また台風の後ですので、台風は台風の下の方も眺めが遠くまで見えており、見上げることについては、これだけの遠くの方までですね、見えていることはありません。特に富山湾、日本海能登半島がずっと見えておりますね。それから日本海側の奥の方に光っておりますイカ釣り船の船ですね、もう当たりです。これはもうなかなか見ることはできません。皆様は苦労して登ってこられましたこの山、国立公園白山の山頂、御前ヶ峰の頂上2702メートルございます。左手雪を残しております、雪を残している山、大南部の峰2684メートル、また神社お社の後方緑の山別山ですね、左岩のゴツゴツした山、2660メートル、これら合わせまして103個を調整するわけでございます。そちらは見えております山の頂上ですね、右側まっすぐこう行きまして、一番手前の雲海の手前に黒くどっしりとしたお山が見えておりますが、御嶽山、人の御嶽山です。数年前の大変な噴火、災害がございましたが、御嶽山になります。で、御嶽山の右側、遠くの方に見えておりますのが八ヶ岳。この季節ではなかなか見えませんですね、八ヶ岳になります。ずっと右側に行きまして、雲海彼方に、綺麗ななだらかな三角が見えておりますが、皆さんですね。皆さん、これをなかなか見ることはできませんですね。はい、それでは御嶽山から戻りまして、左側行きます。左側奥後方の方がですね、北岳、貝駒岳ですね。これも秋にならないと見えない山なのです。ずっと左側に行きまして、今度大きくどっしりと見えております。真ん中が少しくぼんでいますが、乗鞍岳です。乗鞍からですね、左になだらかなあたりが、まあ、焼け岳、ですね。それから左にずっと行きまして、少し雲が明るくなって、大きなコブが4つ見えますが、穂高の峰々。前方、奥方、枯沢北方の山々ですね、穂高の山、大きなくぼみ、大亀裂洞がありまして、上がったところが南岳、中岳、大場見岳、指を立てたようにとんがってますのが、槍ヶ岳。はい、左に一旦落ちまして、なだらかに上がりまして、すごろく、三つ又蓮華、黒部五郎。三角の水晶岳とありまして、今明るく一番明るく光ってきておりますが、薬師岳ですね、日の出があの辺りです。あの一番今きれいに光っておりますが、あの辺りに日の出が、今日の日の出の辺りです。時間はまあ50分から52分ぐらいになろうかと思います。はい、それから一旦降りまして大きく上がっておりますが、立山です。左に行きまして三角にとんがっておりますが剣岳、さらに左が白馬岳、朝日岳、ずっと今日は日本海の方までですね、親不知の方まで落ちていまして、日本海が今日は見えておりますね。富山湾がきれいに見えております。ずっと富山の湾がありまして、左手奥の方にこう剣岳に伸びておりますが、能登半島です。能登半島がですね、これだけ見えていることはまずほとんどないですね。で能登半島がありまして、左側、今度反対の金沢の奥の方ですね、日本海奥の方に見えております赤みが、それから水の赤みになります。で大南寺の峰、北側金沢市内の街の明かりが少し見えておりますが、まあ、金沢はちょうどこの大南寺の峰の郊外になります。さらに、白山寺の南東三河方面、左手行きまして小松、
左手が名古屋の方角になります。夜ですね、昨日の夜も空が明るくなっておりました。名古屋の街の明かりが映っておりますね。このように白山はですね、独立で峰がございます。しかも日本列島の西側で位置する山としては、まあ、一番高い山、これより西に高い山はありません。従いましてこのように360度、大変綺麗なですね、方角を望む眺望を誇っているわけでございます。昭和37年日本で第20番目の国立公園に指定をされて、おるわけでございます。白山山は静かな山ですが、もともとは火山です。今から一番新しい噴火はですね、300年から350年ほど前、天文天正年間の頃と言われております。その頃の噴火の後は、まあ、静かなお山でございますが、現在では白山の火山である、レベル1という段階で、いや火山でありますよという認識を持ってくださいという形になっているわけでございます。従いましてこの山は火山で、の噴火が盛り上がっているという山でございますが、見せておくと申し上げた別山というのは、まあ、前段水害が近くの人気で盛り上がった山と言われております。この白山も下の方は近くの人気等々で盛り上がっておりますが、その後の火山の活動によりまして、このような岩のゴツゴツした山になっておるわけでございます。左手奥下の方に見えております今夜がいて、またその奥の方に緑がいて、とうとういくつかの湖、池がありますが、みんな昔の火口の跡、噴火口になります。あります。すげえ。じゃあしましょうか。貴重な時間になりますね。ほんの一瞬。それではですね、雲が遠方の雲とまた隙間が狭いので、少しはっきりしませんが、時間的にはちょうど出ている時間でございます。大変明るくなっておりますので、まあ、輪郭ははっきりしておりませんが、日の出の時間でもございます。まあ、15日以来ですね、頂上に登って説明するのは、まあ、6日ぶりの日になります。
今日は大変台風5号の後で、雲が下がっております、遠くまで望むことができました。しかも富山湾、能登半島、日本海のまで見えることはめったにございません。それでは皆様とともにですね、この感動を万歳の山頂をしたいと思います。それでは令和になりまして、令和元年の夏は7月19日の日の出でございます。日本の国のマスマスと繁栄と皆様方のご健勝、ご活躍、またこの新しい令和の時代の平和と穏やかな日本を記念をいたします。万歳の参照いたしたいと思います。ご唱和願います。令和元年7月21日、たくさんご愛者一同万歳。